昨年、大谷翔平選手がメジャーリーグでホームラン王争いをしていたことは記憶にも新しく、今年もどんな活躍をするのか楽しみな選手ですが、高校3年生の時にメジャーリーグへの挑戦を表明し、日本ハムファイターズを経て現在のように華々しく活躍をしています。しかし過去には大きな夢を表明したものの実現することができず、ビッグマウスと不名誉な称号をもらい儚く散っていった選手もいます。今回はそんな大きな発言とは対照的に活躍できなかった選手を6人紹介します。清宮幸太郎。1人目は清宮幸太郎選手。現役選手ながら活躍できなかったというのは失礼かもしれませんが、やはり高校時代からの印象からするとまだまだ物足りなさを感じます。早稲田実業時代に高校通算111本塁打という高校野球史上最多本塁打を記録した清宮選手、ドラフト会議では福留孝介選手に並ぶ7球団競合の末、日本ハムファイターズに入団しました。清宮選手への期待が7球団競合という数字にも表れていますが、プロ志望届を出した際の会見で王貞治さんの868本塁打を目指すと発言しました。未だ誰も成し遂げていないこの通算本塁打の記録に、清宮選手ならやってくれそうと思った方も多いのではないでしょうか。現に高校時代の成績を見ればその可能性は十分にあると思います。しかし実際にはそう簡単にはいかず、2021年までの成績は本塁打21本と868本には遠く及びません。22歳という若さもあり、まだまだこれからに期待がかかりますが、あと847本という数字は果てしなく長そうです。斉藤佑樹。2人目は去年引退し記憶にも新しい斉藤佑樹選手。甲子園決勝で田中将大選手との投げ合いを制し、早稲田実業を優勝に導いた立役者です。そんな斉藤選手ですが、さまざまな発言で注目を集めました。まず1つ目は、大勢の観客の前で投げるのに慣れた、今じゃあれがないと物足りない、プロ野球の世界に入り大勢の観客の前で投げることに慣れていない選手もいる中、甲子園の優勝投手となればさすがに肝が据わっているという発言ですね。そしてドラフト会議では4球団競合の末、日本ハムファイターズに入団しました。プロ入り後もさまざまな発言で注目を集め、開幕戦プロ初完投勝利を挙げた際には、持ってるではなくて背負ってますという6大学リーグ優勝時のコメントを模した発言もしています。3つ目はよくネットでもネタにされている開演乗りてー、斉藤選手のルーキーイヤー時の発言ですが、言い方も相まってよくネタにされています。4つ目は来季の目標を聞かれた時のインタビューでの発言、25勝です。それまでは6勝5勝と少ないながらも着実に勝ち星を増やしてきた斉藤選手ですが、突然の大きな目標に思わずインタビュアーの岩本さんも苦笑いをしていました。しかし斉藤選手は真剣な眼差しで、本気なんですけどと、これまた強気な発言、たくさんの発言で注目を集めた斉藤佑樹選手ですが、通算成績は15勝26敗と目標としていた25勝に通算でも及ばず現役を引退しました。現在は野球の未来づくりに関する活動をしているようです。さまざまな形から野球界を盛り上げて頑張っていってほしいですね。山田明親。3人目は山田明親選手。2000年度のドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに逆指名で入団、入団発表の席で山田選手は大きな目標を掲げました。来年はとりあえず新人王を目指しますが、ゆくゆくは200勝で名球会に入りたいです。この大きな目標ですが、普通ならば新人なのにとなるところですが、山田選手は立命館大学時代関西学生リーグの最優秀投手を取ったり、シドニーオリンピックにも出場し、アマチュア野球界ナンバーワンの投手として注目を集めていました。しかし2年目に2軍落ち、そこから1軍に戻るも先発からは外され、その後故障が重なり2008年に戦力外通告を受けました。戦力外を受けた後、山田選手は独立リーグに行き NPB 復帰を目指し、2009年にトライアウトを受け千葉ロッテマリーンズへの入団が決まり、敗戦投手やロングリリーフとして活躍し、2012年に再び戦力外通告を受けました。ロッテ退団後は社会人野球を経て、現在は琵琶湖成蹊スポーツ大学硬式野球部の監督をしています。辻本健人。4人目は
辻本健人選手、中学1年生で単身渡米をして全米大会に出場しました。アメリカで日本の義務教育にあたる9年生課程を修了したため、帰国後即プロ入りを表明したところ、日米9球団が興味を示します。地元の球団ということもあり、阪神タイガースへ入団が決まり、ドラフト史上最年少の15歳のプロ野球選手が誕生しました。そんな歴史的瞬間に報道陣など100名ほど集まります。そこで辻本選手は、監督になるまで阪神にいたいと15歳とは思えないビッグな発言に思わず驚いてしまいますが、辻本選手にはそれだけの自信があったのでしょう。プロ入り後1年目はウエスタンリーグに5試合の登板をし、翌年は体作りのために基礎固めに専念。この年は実戦登板はありませんでした。プロ入り4年目までは2軍で経験を積んでいましたが、同年オフに育成選手契約になります。その年のキャンプ前に第5頸椎を疲労骨折していたこともあり、2軍での登板機会もなく、その年の10月に戦力外通告を受けました。現在は翻訳家の仕事に就いているそうです。吉田幸寛。5人目は吉田幸寛選手。高校時代は神奈川公立ビッグ3と称されていた吉田選手、在学中に大リーグのサンディエゴパドレスのテストに合格していましたが、ヤクルトスワローズに入団。入団会見の場では、絶対にメジャーに行きたい、 FA 取っていきますと宣言しました。その後も日本記録を抜いて160キロを出したいと宣言したり、ドラフトから5年後に行われる北京オリンピックで、1戦目の先発は僕で、2戦目の先発は松坂さんなどと大きな目標が飛び出します。しかし吉田選手は入団からわずか半年で内臓疾患を理由に任意引退となりました。川口智也。6人目は川口智也選手。ビッグマウスといったら川口選手を連想する人も多いんじゃないでしょうか。川口選手は高校時代に甲子園の2回戦に藤川球児選手が在籍している高知商業との試合の勝利後、次の試合で完全試合を達成しますとインタビューで答えました。実際には完全試合は達成できませんでしたが、結果は完投勝利の失点2という十分な数字でした。高校生ながらインタビューでの発言で大きなインパクトを残し、以来ビッグマウスと呼ばれるようになります。ビッグマウスばかりが注目を集めているように思いますが、高校時代は井川圭選手や能見篤選手らと並んで、高校生左腕サンバガラスとも呼ばれていました。ドラフト会議では4球団から1位指名を受け、オリックスブルーウェーブへの入団が決まりました。プロ入り後の春キャンプでもそのビッグマウスは炸裂し、新人王を取ります、20勝はしたい、さらにはもらった背番号に関しても16ではなく本間は11が欲しかったと発言。当時のオリックスの背番号11は通算165勝を挙げている佐藤義則選手のもので、物おじしない発言はスポーツニュースを賑わせていました。このビッグマウスはとどまることを知らず、仮契約の際に仰木監督に会ったら、僕をいつから一軍で使うのか聞いてみたいなどの発言も飛び出しました。プロ入り後は制球難やフォームの改造に苦しみ、2軍生活が続きます。ウエスタンリーグでは1試合に6暴投や15四死球、7連続4四球など不名誉なリーグ記録を作ってしまいます。1軍での登板機会も与えられますが、結果を出せず、2004年オフに戦力外通告を受けました。引退後は女子プロ野球のコーチや監督を務め、京都フローラの監督に就任した際にはリーグ優勝も果たしています。いかがでしたでしょうか。今回はビッグマウス発言したものの活躍できずに儚く散っていった選手を紹介しました。実力が足りずに引退したり、故障が原因で引退した選手、ビッグマウスが飛び出るほど自信がある選手でも活躍できないプロ野球の世界はやっぱり厳しい世界ですね。他にも皆さんが印象に残っている大物発言をした選手がいれば、よかったらコメント欄でお知らせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。